様ですそれでは本日8月2日金曜日朝10時のまあちょっとね小話ですね、えー、今回は日銀の金利アップの発表の影響についてちょっとお話ししようかと思いますまあ基本的にねあの日銀の利上げの発表は余計なことしたなっていうのとあとはタイミングずれで損することが見込まれていたんではないかなっていうふうに思ってるところなんですよねまずね日銀がこう利上げをしたわけですけども これがなんでいけなかったのかってことですけども、1つは、ね、利上げをする必要がなかったこと、2つは利上げをするならするでタイミング悪いってことですよね、1、まあ、つ、利上げをする必要がなかったってことなんですけども、これ、単純にです、ね、あの財務省がずっと市場介入で使ってる、ドルの準備金っていうのがあるわけですよ、これがまだね、3数十兆円残ってるんですよ、これどういうことかっていうと、あの以前、ドルを結構買わされてるんですよね、ドル債を。 で、それをね、まあ、売っていくっていう行為が市場介入なんですけども、まあ今回ね、<laughs> その準備金をもっと売ればよかったんじゃないかなと思うんですよ。これ普通に私たちがドル円の決済するときに、ドルを売って円を買うみたいなことをオペレーションとしてる、してるわけでしょ。まあこれを国家単位でやるってことなんですよ。財務省単位で。だから別に違法でも何でもないんですけども、で、このお金をね、例えば20兆円とか売ったとすると、どういうことが出るかっていうとね、 あの利益が単純に出るんですよ、まあ、つまり、日本円が高いとき、80円とか90円時の時のとかに、ドルを買ってるわけなんですよ、ドル介入とか協調介入って言ってね、当時、オバマ大統領政権のときですけども、その時に、えー、日本円でドルを買ってるわけですよ、でそれが今、こういった状況になって、ドルがどん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 値上がりしたときに、ドルを手放して円に換えるって作業をするだけなんですよね。 まあそうすると単純に折り掛けって言って当時買った金額の倍に膨らんでるわけですからものすごく利益が出るわけですよね。でその利益ってのは国民の利益ですからまさに今不況の世の中に国民に利益を分配することができる。つまり財政出動を全くなしにずっと貯め込んでいて昔買わされたドルを売ることによって国民一人当たり20万円ぐらい配れちゃうわけですよね。まあそうすれば 景気はもっと良くなって、日経平均株価なんて4万円を割ることなんてありえなかったわけですよ。しかも、売れば利益が出るわけですよ。で、売らないことによって利益がどん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 減ってるわけなんですよ、今、ね、今一時期160円までいったドル円が、今、140円台まで落ちてきてるわけでしょ。つまりこの10円分だけ利益が目減りしてるわけですよ。それでも今から売った方がまだね利益は 見込めるわけけですけどもただ、日本に利益が出るってことは、その分、損失をかぶるのは誰って言ったらアメリカなんですよね。アメリカは、かつて日本円が80円前後だった頃に、ドルを強制的に買わして、今回は強制的に売らせないっていうことをやってるわけなんですよ。まあ、つまりね、ドルなんてのは、利率がいいけれども、自由に売れない、めちゃくちゃなね、ポンコツ債券ってことなんですよ。世界中があのドルを買ってます。で、その金利で含み益を取ってます。 ただ、あくまでも含み益で、じゃあ、元金込みで買い込んだドル債を売れるかっていうと、ちょっと売れないんじゃないかなと思いますね、売ろうと思ったらね、戦争を仕掛けられたりとか、まあ、中川大臣みたいにね、当時の、うん、闇から闇っていうこともありえますしね、それから橋本龍太郎総理も闇から闇でしたからね、まあ、そんな感じでまずはね、えー、今回みたいに利上げをする必要はなかったってことだと思います。 あとは利上げなんですけども、利上げをしたら当然ですけども、今、借金してる方の借金が膨らむってことなんですよ、住宅ローンの方も結構いるでしょ、今、住宅ローンなんて組んでくださる方は本当、貴重品ですよ、ギリギリ組んだ方もいると思います、ね、その人がまさに住宅ローンがこのままね、金利が上がっていくわけですから、返済不能で、まあ、任意売却っていう道も出てくるんですよね。でそうなるとますますす 二足三門で住宅ローンを、ね、破綻した方が市場にそういった中古物件を出す、そうすると金持ちでお金が余っている人が、なんか在宅とか言ってね、そうやって市場に放出された安い住宅を買うわけでしょ、で、また儲けるわけですよ、こうやって格差が広がるってことで、本当、怒りを禁じえないかなと思います。まあ、そういう意味で、傷跡が深いなというふうに感じて、今回のニュースにさせてもらいました。まあ、本当にまだまだだ言いたいたことあるんですけども まあ、私たちはトレーダーですから、そういった状況をね、もう横目で見ながら、個人的には稼いでいきましょう。それしかもう打つ手がないです。で、個人的に稼いだら、どんどんお金を使っていきましょう。そうやって、強制的に貧乏にさせられた人のお助けができると思うんですよ。大げさに言うとね。はい、じゃあ今回以上です。